メジャーセカンドは、三田拓也による日本の漫画、週刊少年サンデーにて2015年15号より連載されている。1994年から2010年まで同誌で連載された野球漫画、メジャーの続編であり、前作の主人公、茂野五郎の息子である茂野大吾の成長を描く。 2018年53号から2019年20号まで、三田の体調不良を理由に長期救済していた。以降も、たびたび救済期間を設けていたが、2021年46号から、三田の体調不良により再度長期救済されることが告知された。作者の三田にとっては、武勇伝の完結以来、約1年ぶりの、週刊少年サンデーでの連載となる。 メジャーの続編を始めた経緯について、水田によるともともと物語の続きを描きたい気持ちがあったことと、投手と打者の二刀流である大谷翔平の存在が大きかったという。二刀流のアイデアは前作にもあったが、現実味がないとして見送っていた。しかし、二刀流に挑戦している大谷のような漫画の先を、行く現実の怪物を見て触発されたとのこと。タイトルの セカンドには二世という意味が込められており、子供の頃から天才だった五郎とは違い、凡人の大和外大な父を持つが、ゆえの二世の苦悩や挫折などで、どのように成長し、どんな野球選手になるかを描くという。しげの大悟は、幼少時、現役復帰した父、五郎の影響を受け、お父さんみたいに、プロ野球選手になるという夢を抱いていた。 小学4年生から本格的に野球をすべくん、センドルフィンズに入団したものの、父親の五郎のように生まれ持ったセンスや才能には恵まれず、周囲からは期待外れとして落胆され、一度野球をやめてしまう。小学校6年生まで母に振り回される形で、サッカーや勉強に取り組むも、長続きせず、ゲームばかりしており、野球をやりたいという気持ちこそ、 完全には亡くなってはいなかったものの物事に対して逃げ腰しになっていた。大我は自分の抱えているコンプレックスや繊細で傷つきやすい一面を自分とは違って挫折したという経験を持たない優等生のネイのお天気な母親に理解してもらえなかったこともあってかひねくれた性格となっており友人である桜六子の好意的な感情も素直に受け入れられずにいた。しかし、 佐藤光との出会いを機に心境に変化が現れ始め、右与曲折ありながらも、再び野球と向き合うことを決め、三船ドルフィンズに再入団する。リトル引退から約2年後、光との再会を誓った大我は、姉、泉も通った風林中に進学。2年生にして野球部のキャプテンを務めていたが、部員は、定員割れの上、ピッチャーの息子をはじめ、 横浜リトル出身の佐原田尾や沢弥生といった女子ばかりとなっていた。西野明や椛島アニータやや反抗的な新入生の入部によりナインの揃った風林中野球部は最初の大会に臨んでいく。茂野や佐藤や真由村や藤池2017年10月18日発売の週刊少年サンデー47号にてテレビアニメ化が発表されメジャーセカンドのタイトルで 1> 第1シリーズが2018年4月7日から9月22日まで n h k イーテレにて土曜17時35分から18時に放送された。放送時は字幕放送、連動データ放送を実施、原作の小学生編が映像化された。放送前の3月24日に特別番組、アニメ、メジャーセカンド間もなく、プレイボールが放送された。 2020年3月に開催予定だった第92回選抜高等学校野球大会が新型コロナウイルスによる影響で中止になったことを受けて同月19日から22日まで13時から15時までの時間帯に総合テレビで当アニメの集中再放送を行うことを3月13日に発表した第2シリーズは2019年10月に制作が発表され 2020年4月4日から11月7日まで、前、シリーズと同じ時間枠で放送された。原作の中学生編が映像化され、原作の20巻の途中までが、アニメ化された。キャラクターデザインほか、制作スタッフが一部一変された。第2シリーズ第4話を放送した2020年4月25日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う、 アニメーション制作困難の状況を踏まえ、第5話以降の放送を見送り、及び翌週からは、同時間枠で、第2シリーズ第1話第4話を再放送することを、発表した。2020年5月30日放送分より、第5話以降の放送を一旦再開したが、第7話を放送した2020年6月13日。 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から一部アニメーション制作スケジュールを変更した影響を受けて、再度第8話以降の放送を見送り、および翌週からは、同時間枠で、第2シリーズ第5話第7話を再放送することを発表した。2020年7月11日放送分より、第8話以降の放送が再開された。シリーズで共通しているのは肉うるめから、 重要キャラクターには、簡潔な説明文と名前の字幕が表示される。また、次回予告とタイトルコール、そして決め台詞、夢の舞台へ駆け上がれ、は、前作からすべて主人公のシ野の郎、ロ大和が言っていたが、第2シリーズからは、翌週の主役のキャラクターが担当している。前作同様、基本的には原作に沿っているが、原作の着替えやパンチラなどの性的シーン。 差別的なセリフを中心にカットされたり、一部のシーンや登場人物の設定に変更がなされている。放送時は字幕放送、連動データ放送を実施。シリーズ構成の土屋里高、キャラクターデザインの大抜き県音楽の中川幸太郎らは、前作からの続投となる。また、前作から引き続き登場するキャラクターの声優も、そのまま続投されている。 オープニングテーマエンディングテーマ2021年に40歳のシゲノゴロが高知県の独立リーグ球団で現役を続けているという設定をきっかけとして高知県に実在する高知ファイティングドックスとの間でコラボレーションが実施されることとなりゴロが高知ファイティングドックスのユニフォームをまとったイラストが公開され共産試合が7月に2試合実施される コーチファイティングドックスは案内の中で、五ロがコーチファイティングドックスに所属していることが公認されたと記している。字幕放送でのセリフは、シリーズ共通して、大和が黄色、ムツコが緑、第一シリーズで光が水色、第二シリーズでミンが水色、その他の人物は白で表示される。ワンシーンのみ早くで登場した安藤不死については、声優も変更された。 メジャーセカンドに関するカテゴリー、ありがとうございます。